カーオーディオ、カーオーディオ、カーオーディオは自動車に搭載される音響機器のことでカーステレオとも言われる。また、ラジオ放送受信機能のみのものはカーラジオとも言う。初期のカーオーディオは、米国のガルビンコーポレーションが1930年に製作したカーラジオから始まった。これは、モトローラ 5T71 型という名前であり、モトローラとは、モーター。 自動車のオーラ、音という意味である。この会社は後に、この名前を社名にした。同じく、米国ゼネラルモーターズ参加では、子会社、デルコエレクトロニクス1936年に、ダッシュボード内に装着した、カーラジオを制作した。ラジオによる、移動中の情報入手や、音楽放送の楽しみはあったが、ドライバーや同乗者ができることは、好きな放送局を選ぶことだけであった。 半導体素子が実用化される前の時代であるから、真空管回路により構成されていた。AM 放送しかない時代であるから、ラジオも中波の AM 放送受信専用であった。カーラジオは今日で言うオプションであり、標準装備になっていることは皆無であった。カーラジオ本体、電源部と中間周波増幅、拳波、低周波増幅、 電力増幅部は別筐体でトランク内に収容されていた。選曲、入力同調回路、周波数変換部と音量調整可変抵抗器のみが運転席死守ボードに置かれ、本体とケーブルで接続されていた。スピーカーは運転席の足元付近に取り付けるのが一般的であった。電源には自動車の 6V、乗用車の多くは 6V 電源であったまたは12、 ボルト自家電源が用いられ、真空管の陽極電源、直流に100ボルト程度を得るために、バイブレーターによるチョッパーを用いて、区形波交流を得て、トランスで昇圧し、二極真空管で直流としていた。カーラジオは、比較的消費電力が大きかったため、エンジンを停止して、ラジオを聴くことはバッテリー上がりの危険があった。実用化に貢献した技術者のビルリアは、 モトローラのメガブランド化を皮切りに8トラックテープの実用化などで手にした巨万の富を元手に航空機メーカーのスイスアメリカンアビエーシング社、後のリアジェットを創設した。1950年代中期には振動に弱いとされていたレコードを車載演奏することに成功した。スロットイン形状のものやオートチェンジャーで数枚のレコードを聴くことができるものも出てきた。 FM 放送が一般化し、カーラジオにも FM を聴取できるものが出てきた。しばらくして自分の好きな音楽を聴きたい時に聴ける仕組みができた。音声用磁期テープを使用したものとしては、最初に4トラックカートリッジが1964年、開発元のある米国では、前年の193年に発売される。寸法は後実の8トラックとほぼ同じであるが、ピンチローラーは、 再生機側に搭載されている。また、プログラム切り替えは当初手動のみであった。その後、自動切り替え機能を搭載した機種も発売されたが、日本市場では本格的な普及には至らなかった。次に現れたのが、初期のカラオケシステムで使用された8、トラックカートリッジである。しかし、当時のオーディオソースの主流はレコードであり、 気に入った歌でも家庭で聴くためのレコードとで聴くための8、トラックカートリッジとそれぞれ別に購入するのが一般的だった。録音用製テープや録音用機器もあるにはあったが、主流は家庭ではレコードプレイヤーとコンパクトカセットであ、その上に録音用8トラック機器の購入というのはよほどの好きものであった。日本市場でのカオステレオとしては1964年にクラリオンが 日本初カーステレオを発売。この他にも、1970年代にはパイオニアから、ハイパックというカセットテープ台のエンドレスカートリッジを採用したカーオーディオも発売されたが、元となったプレイテープ企画と、同じく収録時の短さや一般ユーザー向けに、録音機器が出なかったこともあり、数年の間に姿を消した。この時代には純正装着が、AM ラジオ、 オプション装備で8トラックという構成が多く、8トラック機器を介して、FM ラジオを聴くためのカセット式 FM チューナーなどが存在した。さらにコンパクトカセットテープを聴くための8トラック形式のカセットアダプターも存在していたが、カセットプレイヤーを内蔵していることになるため、乾電池、炭酸2本ほどが必要となりかな不経済のアダプターであった。アダプターはメーカーによっては、 様々な挿入方法のものがありある意味では、ソニーのウォークマンなどに代表されるヘッドホンステレオの先駆けに近い形をしていい。また、1970年代後半からは、パイオニアのロンサムカーボーやクラリオンのシティコネクションに代表される社外カーオーディオ機器も登場したが、当時は、車体側にも、オーディオ側にも人気格、ISO7736 の原点となった。 ジ五75,490が適用されていなかったため、当時主流であった冷房機器である後付け式、カークーラーなどと同様にダッシュ度に吊り下げる形で搭載されることが多かった。1970年代前半までは AM チューナーのみが主流であり、主要車種に設定されるデラックスグレードに標準装備されることも多かった。同時期から FM チューナーと再機種が増え始め、電子チューナーも登場した。1980年代になると、FM チューナー内蔵型のコンパクトカセットが主流になる。8トラックと同様に録音済み市販テープも購入し、聴くことはできたが、それ以上に自分の所有するレコードや、FM ラジオなどからのエアチェックによる個人の趣味的な、録音による自由な選曲のカセットテープを車内に、 持ち込めるようになったことが画期的であった。1980年代後半になると CD プレイヤー搭載機種も高級機を中心に登場した。購入した音楽ソースをそのままかけられることは8トラック時代から同様であるが8トラックが酒場カラオケソング中心であったのに対しレコードと主役を交代しほとんどべての音楽ソースが CD 形態で販売されたことで 車内で聴ける音楽ソースを多様化した。マイテープを作らないのであれば、家庭のオーディオ機器がなくとも、車のオーディオだけで済んでしまう時代の到来となった。また、1980年代今から、それぞれのメーカーの社名を監視、CD やイコライザー付きデッキを標準装備したり、スピーカーの数を増やして、臨場感あふれる音を実現した、スーパーライブサウンドシスム。 ロイヤルサウンドシステム、トヨタ自動車、スーパーサウンドシステム、ホログラフィックサウンドシステム、日産自動車といった高級オーディオシステムが、メーカーオプシン、一部車種には、標準装備で設定される車種も増えてきた。1990年代になると、デジタル化の波が急激に進み、CD が主流となる一方 MD が登場し、コンパクトカセットの機能は MD に引き継がれる。 純正 FM ラジオと接続する後付け型 CD、MD チェンジャーデッキやポータブル CD、MD プレイヤーの登場でカセットアダプターや FM トランスミッターも売れ出した。1990年代前半だとまだまだ一陣の CD チューナーだけでは無理があり CD チェンジャーは純正。社外品とも AM、FM カセットデッキとのセット販売や新車製約時のオプションプレゼント、 特別使用者の装備品にされることも多く、人気に拍車をかけた。オーディオメーカーは全く推奨することはなかったが、CD チェンジャー利用時に必須である 8cm シングル、CD アダプターも売れた。1990年代後半になると一陣の MD チューナーと CD チェンジャーをセットで販売するオーディオメーカーも現れた。一方、DCC、パナソニック CQDC1D やだと。 ソニー DTX-10 等、三菱電機を搭載した機種も発売され三菱式のバーイカーダットレコーダーまでラインナップされていたが、カセットチューナーと比して非常に高価でありほとんど売れなかった。またデジタルシグナルプロセッサー、DSP を内蔵したモデルも登場し、高音質を求めるユーザーに対応している。デザイン面では、社外品は、 FL 管や発光ダイオードを使った凝ったものとなり多彩なスペアナ表示を行うなど純正オーディオとの差別化を図った一部の自動車メーカーでは社外品オーディオにスペアナなどの表示部はそのまま西自社あるいは純正品ブランドのマークを監視多少デザインを変更してメーカーオプションにすることも差は、この場合純正オーディオの特徴であるシンプルな操作性を取り入れることも多い 1990年代中盤から後半には、AM ステレオ放送や FM 文字多重放送、相性、見える、ラジオ対応のチューナーも存在した。2000年代になると、カーナビゲーションシステムが普及してきたことで、それまでディスプレイ部分に採用されていた FL 管や発光ダイオードに加えて、液晶ディスプレイを組み込んだ一体型も多くな、操作ボタンがタッチパネルになったものが出てきた。 また、純正モデルでも操作性の向上から、ステアリングのパッド部に、音量、ファンクション切り替えなどのスイッチを組み込んだものが登場し、ハードディスクドライブを内蔵した機種もあった。MP3、AAC、Windows Media Audio の再生に対応したものが出てきた。デジタル音楽プレイヤーの普及により、大端子を備えた機種が普及している。BOSE や、マーク・レビンソン。 ロックフォードフォズゲートといった海外の高級オーディオメーカーのサウンドシステムを標準またはメーカーオプションで用意する車種が高級車を中心に多い。日本国外を中心に A2DP プロファイルに対応した Bluetooth を搭載したものも出てきており、日本国内では2014年頃から Bluetooth を搭載した機種が登場した。米国では テレマティックスを基盤としたエンターテインメントサービスとしてゼネラルモーターズがオンスターで提供している XM サテライトラジオや地上デジタルラジオハドレイディオなどのデジタルラジオチューナーが登場している。2007年夏には米国で作度再生多様ーオーディオが米ソニーから登場している。 カーナビゲーションがカーオーディオにとって変わるほどの普及を果たしたためか2010年にハイルとパナソニックと富士通店サウンドモニターと呼ばれるハイエンドカーオーディオは少数なが販売継続2014年中期に三菱電機がそれぞれ社外品カーオーディオを生産終了しているいずれのメーカーもカーナビはもちろんのことスピーカーやアダプター類は販売 また長年パイオニアのカロッツエリアと JVC、ケンウッドがカセットチューナーを発売し続けていたが、2011年にケンウッドが一人機械式カセットを、2012年にカロッツエリアが MP3 対応 CD、フルロジックカセットをそれぞれ生産終了し社外品、カーオーディオの分野からカセット対応機器が消滅している。そのためカセットチューナーはトヨタセンチュリー。 地上デジタルテレビ搭載 DVD ナビゲーションとセットで標準装備、ホンダのオプション品、クラディオン製、2012年には生産終了と農業建設機械向けカーオーディオメーカーのエスペリア製のみとなっていた。しかし、2014年秋にカーオーディオ関連機器メーカーであるビートソニックが新製品としてカセットテープ再生のほか AM、FM チューナー内蔵、 SD カードと USB メモリーに入れた MP3 音楽再生がノーで、オーでスマホなどの音楽再生もでき、ラインアウト端子が付いていて、ウーハーの追加など、システム拡張が可能という最新メディア要素を十分に付加した画期的な一陣機械式カセットをカーアディオ市場に投入している。また一陣の MD チューナーは市場から消滅している。USB メモリー。 場合によっては SD カードなども使われるによる音楽再生とデジタル音楽プレイヤーやスマートフォンが普及したことにより2011年以降これらと接続する USB 端子や外部入力端子を備え CD 部を削除した機種言ってしまえば外部入力に対応したカーラジオが登場したカセット MD の時代も含め最大の故障原因である 物理ドライブがなくなったことによる耐久性の向上、低価格、小型化、ただ人規格を前提とする場合、事実上奥行きしか削減できない使用部品の減少による環境負荷の低減等が特徴である。操作の簡単さや CD の入れ替えが不要になる等の手軽さもあり、普及しつつある。また再生部がコンパクト化できたことを利用して付加価値を高めた例もあり。 前述のビートソニックからは、スピーカー列車をターゲットに、電源とラジオ電波さえ取れば音楽が聴けることを売りに、下、SD、USB、大対応ラジオ、デッキスピーカー HDS2 が登場した。これは、この一陣オーディオアシーの中に、スピーカー3機を組み込んだものであり、スピーカー列車の泣きどころであるスピーカーの増設が不要になるという面で差別化が図られた。 近年はハンドルにカーオーディオやカーナビゲーションの音量調節やラジオ局の選曲等を行うボタンが付く自動車が増えているがカーオーディオやカーナビゲーションの機種によっては対応しない場合があるので購入前の確認が重要であるこのボタンは自動車メーカーやカーオーディオメーカーによりステアリングスイッチステアリングリモコン等呼び方が異なる二0 1年代半ば以降 二人サイズでモニターを搭載したカーオーディオを各社がディスプレイオーディオと名付け発売している。これはカーナビゲーションは不要だがどちらも急速に搭載が増えている駐車をはじめとした交代支援のための広報カメラやドライブレコーダーの映像を見たいという利用者が増えているためである。中には地上デジタルテレビのワンセグ放送やフルセグ放送受信機能を搭載したり、 ハイレゾリューションオーディオに対応し、社内 AV システムのような高価格製品もある。カーアプラやアンドロイドオートに対応し、カーナビゲーションや情報端末として使用できる製品もある。カーナビ機能としては、専用機に比べ、機能や性能は劣る場合があるものの、機器そのものの購入や買い替えという量の地図データ更新が不要になり、 使い慣れたスマートフォンのナビゲーション機能をそのまま使える長所がある。専用アプリを入れたスマートフォンからも操作できるカーオーディオも増えている。2018年、パイオニアは専用アプリを入れることにより、Google Play Music や LINE、カーナビタイムといったアプリがドライブに最適化できるスマートフォン用クレードル内蔵カーオーディオを発表した。 ドライバーが運転中に使用することを考慮し、ボタンやスイッチの位置を大きくしたりするなど、家庭用の据え置き型に比べ操作性に配慮した設計となっている。初期の段階から人間工学やユニバーサルデザインに相当する観点に立った設計がなされていた。また、自動車は極寒の地から熱帯までの広範囲の温度範囲で動作し、常に振動にさらされる。 悪条件でも安易に壊れたり、誤動作を起こさないように設計されている。カセットや CD の再生メカニズムに使われるベルト類は耐熱用に設計されている。基本的にラジオを備えているが、路側放送専用のボタンがある機種も多い。一般にラジオ放送受信機能のみの製品を指す。主に商用車、ライトバントラックなどや車用車、 公用車の法人向けモデルや廉価グレードに装備されていることが多い。以前はメーカーオプションでカセットデッキなどを後付けできる機器も存在し、それらの機器の電源を入れるとラジオの電源が切れる仕組みになっていた。こうした形式のカセットデッキなどはかつては特別使用者の装備品に多かった。日本では通常グレード車の標準装備がカセットなども一体化したカーオーディオになって、 以降は、乗用車の廉価グレードや、商用車では、中波、AM522 から 1629kHz のみが大半だったが、コミュニティ FM が普及した2000年代になってからは、モノラルタイプのものでも FM チューナー内蔵の機種も増し、上級モデルは、FM ステレオ放送受信機能を搭載していることも、ある。モノラルタイプではスピーカーを、チューナー本体に内蔵して、 スピーカーの装着と配線を不要にした機種が存在する。2010年代半ばからは FM 保管放送76.0から 95.0MHz または 99.0MHz に対応した商品も登場している。FM チューナー内蔵機種では FM トランスミッターを介して外部のカセット、CD を再生することができる。近年では i p o d などのデジタルオーディオプレイヤーや音楽再生機能付の携帯電話、スマートフォンもよく接続される。なお、車載ラジオの選曲は運転中でも操作しやすいプッシュボタン式が昔から主流であった。一般的な初期設定ではダイヤル式チューナーにて選曲したボタンを手前に引くことにより放送局の登録セットが複数曲できるようになっていた。現在では PLL シンセサイザー、電子チューナーで聴きたい放送局を選曲し、上下ボタン、またはボタンで、選曲、メモリーボタン、1から5、または1から6で登録する機種が多い。なお、近年のスピーカー内蔵型ラジオを装着した車種の場合は、外部スピーカー、場合によっては、スピーカーの配線すらもが省かれていることがある。AM。 FM ステレオラジオの場合許容ワット数はやや低めだが外部スピーカー仕様が多い。そのため、社外ヘッドユニットへの交換を行う際には、当然、それらを増設しなければならないので確認する必要ある。さらに近年でも、軽トラックの一部廉価カグレードだと薄いベニヤ板と、ビニール張りのドアトリムも存在し穴を開ける必要性も出てくる。 こうした後付けスピーカーともなると金属製グリル付きのスピーカー。近年ではフルレンジスピーカーしか存在しないでないとスピーカーの保護ができないためスピーカーの種類は純正品を除く大幅に限定される。パイオニアなどがトレードインスピーカー用のアタッチメントスピーカーグリルも発売している。かつての自動車にはラジオ以外のオーディオが付いていないか、 あるいは最低限の機能を満たすものが付いていただけであったので音楽を楽しむ目的で批准製品に交換することは行われたが現在はほとんどない理由はなどであるただスピーカーのみを装備したオーディオレスを標準もしくはメーカーオプションとするケースもある主に第8社の OEM を除く2000年代以降の日本国内市場向けの B セグメト D セグメントクラスのトヨタ車に数多く見られる。そのため、非人規格ではあるが取り付けキットで取り付けできる車両もある。オーディオレスにすれば、その分取得額が下がる。ディーラーオプションは取得額に含まないので、自動車取得税の節税にもなる。カーオーディオの取り付けサイズは、人規格 ISO7736 のものが多い。 一陣とは高さ 50mm 幅 178mm で、二陣とは一陣と、横幅は同じで縦が2個分となる。車側が一陣規格の場合には一陣規格サイズの機器一台が、車側が二陣規格の場合には一陣サイズの機器二台、もしくは 2D イン規格の機器一台が取り付け可能となる。一部では一陣規格のスペースが別々にある車種もあり。 その場合は一陣サイズの機器を個別に二台取り付けも可能である。1990年以降、小型車クラスでも二人規格が普及し始めた。しかし2000年代頃からは常述のように、人規格外のカーオーディオを搭載する車種が登場してきている。このような場合も、という具合に、車種ごとで明暗が大きく変わってくる。特に、人規格外の商品の場合、カーオーディオ、 または、カーナビの交換が必要になった場合、故障、旧体化などは、人サイズ汎用機に交換できないがゆえに選択肢が、限られる、費用が高額になる、最悪の場合は、部品の供給が途絶えて対応ができないことも、考えうる。そのため、中古車価格に影響を与える、新車から数年は、最新の高級品としてもてはやされても、 それからはアップグレードできない厄介者イコールマイナス評価とされることすらあり得る。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。